こんにちは、速稼塾の久保でございます。皆さん、話を聞いて1万円もらえるとしたら話聞いてみたいと思いませんか？もちろん難しい話ではありません。いや、難しい話であっても分かったふりをして、ほうほう、なるほど、ほうって聞いてれば OK です。雑に言うとこんな感じなんですけども、実はアフィリエイトの業界には昔からね、あるね、案件なんですよ。それが保険の面談です。どういうことかっていうとね、生命保険とかね、いろんな損害保険とかあるじゃないですか。その保険のセールスマンっていうのは、だいたい自分の知り合いとか、どっかで名刺交換した人に、ちょっとね、目をつけてと言いますかね、その人に、保険の売り込みを行こうかなと思うわけなんですよ。もちろん親戚縁者も一番のターゲットになると思います。そうやって保険の件数を上げていくわけなんですけども、どうもね、自分の話を聞いてもらうと保険に入ってもらう自信はあるんだけども、最初に保険の説明をしたいというとね、敬遠されて聞いてくれない人がいるんですよね。ですんで、もうこうなったらね、これは公にではないですけども、ちょこっとこそっとアフィリエイト業界でですよ、お金をあげるから話を聞いてもらえませんかってルートがあるんですよ。で、お金をもらって話を聞いて、で、一定の割合の人が、あ、聞いてみたら結構生命保険いいかも、みたいな感じで生命保険の契約をするってことになります。生命保険の契約は結構金額大きいんで、1万円とか2万円の報酬をお渡しして、お話を聞いていただいても十分元が取れるって形になってるんですよね。さあ、あとはどう考えるかです。断るのを前提に面談を受けてくださいとは言いません。でも一回ね、しっかりと聞いてみたらいいかもしれないですよね。ということで、今回はもしもアフィリエイトというね、 ASP がありますけども、こちらの方から保険の面談を申し込んでお金をゲットするというものがあります。もちろんこれね、私は不正を進めてるわけじゃないですよ。しかしですね、アフィリエイトの会社がそれを、織り込み済みでね、容認してるわけですよ。お金をあげるから、まず話聞いてみてくださいよって感じでございます。で、今回は1万円です。話を聞く時間は個人差あるんですけども、1時間から長くて2時間ですよね。で、面談の場所は私の経験からすると、あなたのお宅でも OK です。会社の事務所で約束してもいいです。ファミレスかどっかで面談しても OK です。いかがでしょうか？それではちょっと画面を切り替えて見てみましょうか。はい、こちらですね。もしもアフィリエイトってところですけども、これ案件が非常にいっぱいあります。ポイントサイトと同じです。自己アフィリエイトといって、自分で資料請求とかね、自分でいろんな申し込みをして、それに応じたポイント、いわゆる金額がもらえるってことになります。これ実はね、私ね、たった今ね、ここにアカウント取ったんですよ。じゃあそこにですね、保険って入れてみましょうね。で、検索します。そうするとですね、厚生労働省所管の助成金申請代行っていうのがあります。これもいいですよね。助成金を作るっていうかね、助成金を申請する会社とか個人の方いらっしゃいますけども、自分で書類書く時間がない、書類分かりにくいっていう方がいらっしゃったら、書類の申し込み、記入、代行をお願いして報酬をもらうってやつですね。今回はこれではありません。店舗保険申請サポートの申し込み。これも、似たようなもんじゃないかなと思いますけども、これでもそうではありません。下の方に行っていただいてですね、これですね。本人申し込み専用って書いてます。あなたがファイナンシャルプランナーさんと保険の無料個別相談をすることによって、無料相談の申し込みで1万円もらえるということでございます。ね。詳しく見てみましょう。プロモーション内容って書いてますよね。で、こう書いてますね、報酬は無料相談の申し込みって書いてます、で、否認条件もありますんで、ここもチェックしておいてくださいね。で、90日ぐらいで承認されますよ。だからちょっと時間待たないと、2ヶ月から3ヶ月待って入金ということになります。こういうものがあるよってことですね。はい、いかがだったでしょうか。なんかこれだったら自分にもお金もらえるかもと思いませんか。ちなみにですね、資格が必要かって言ったらそういうことはありません。もう全く誰でも OK です。で、場面によってはね、年収を聞かれる場合があります。年収いくらぐらいですか。もちろん安定収入がない方に保険入ってくれってことは非現実的ですから、年収いくらですかって聞かれる場面ありますよね。お仕事はとか。ここはですね、別に裏調べをするわけではありませんから、あなたがどう答えるかだけです。不正を進めてるわけではありませんけども、例えばサラリーマンをやってますとかね、アルバイト収入ですとか、主婦ですとか、いろいろあると思いますけどもね、そこはあなたがどんな収入源を持ってるかということで、
あと想像していただいて、自分の収入源は保険を契約する顧客としてふさわしいだろうかどうだろうかってことをよく考えながらやってみていただきたいと思います。もう最初からね、保険に入る気ないじゃないかとか、ね、保険に入る条件ないじゃないかっていう人と面談させられるファイナンシャルプランナーさんは非常にね落ち込むと思いますし、ともすれば迷惑になるかもしれませんから、まあ、その辺を勘案しながらね、ズルのないようにやっていけばいいんじゃないかなと思います。もちろんこういう情報があるよってことを知らせることによってね、人の役に立つこともできますから、自分では面談しないけども、これで面談して契約をする人がいるかもしれないと思った場合は、情報の拡散していただければいいんじゃないですかね。それでは、知ることがきっと人を助けることになります。いってらっしゃい。